常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さんこの動画面白い、興味深いと思ったらね、ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら共有ボタンで拡散の方をよろしくお願いします。ロシアカウントダウンということでね、いやー、ロシアのね、まあ軍事経済ダブルカウントダウンみたいな感じなんですけど、まずね、ちょっと軍事の方からいきたいんですが、公開情報です。はい、もう皆さんお分かりですね。これ昨日の記事なんですけれども、昨日の夜のね、記事ね、読売新聞が報じております。ロシア軍、侵略で戦車3000両損失。残りは状態が悪いが、悪いか部品が外されている国際戦略研究所という記事ですね。これイギリスのですね、国際戦略研究所 IISS というところがね、まあ、発表したレポートによるんですけど、過去1年間の世界のですね、軍事力を分析したミリタリーバランス2024年版というやつね、これ発表したんです。で、ウクライナ、侵略の長期化に伴い、ロシア、ウクライナ両軍で損失が拡大しているが、ウクライナ、欧米などの支援で損失分を穴埋めし、戦力を維持していると、指摘したということで、2023年時点でロシア陸軍が保有する実戦投入可能な主力戦車は1750両で、2022年の1800両から50両、減少したと。ウクライナ侵略前の2021年は2927両だったと。ISS はロシア軍が侵略開始以降、3000両以上の主力戦車を失ったと分析したと。戦車や大砲などの損失は保管していた旧兵器で補っているが、残り兵器の多くは、状態が悪いか部品が取り外されていると見られると指摘し、すぐに実戦投入できない兵器が相当含まれるとの見方を示したと。まあ、この見方ね、アウディウカで実際今起こってることとなんかすごく、一致してますよね。装甲車両がないので歩兵で突撃かけてくるらしいんですけど、ウクライナ側もね、今ちょっと弾がなくてね、アウディウカもそろそろ撤退かみたいな状態にはなっているんですが、まあ、お互いに苦しい状況だと。ウクライナなら苦しいって言ってる時はロシアも相当苦しいと。いうことがですね、まあ、このレポートで裏付けられたかなと、いうことです。で、ウクライナ陸軍についてはですね、微減だと、ね、まあ、ちょっとしか減ってないと、いうふうに言ってると。で、まあ、この研究所曰くですね、ウクライナは西側諸国からの脅威によって、装備の損失を相殺できており、その過程で質を向上させているということです。まあ、ただね、アメリカがね、またウクライナ支援法案ね、上院は通過しそうなんですけど、というかしたのかな？でも下院でね、またもうぐっちゃぐちゃ揉めててね、まあ、トランプ大統領がね、援助はするけど融資だみたいなこと言ってるらしいんですけど、まあ、いいですよ。貸しても何でもレンドリースでいいよ。レンドリースでいいから、その、兵器は貸したんで、後で返してもらうっていう体で、全然いいと思うんで、まあ、早く出して、というふうには思うんですけどね、まあ、果たしてどうなるか、ということです。で、このね、まあ、その、兵器の損耗っていうのは、これ、端的に言うとね、今の、ロシアの GDP をね、押し上げている原因だって皆さんもお気づきですか？いいですか？派手に作った兵器ね。まあ、魔改造とかもしてるんですよ。いろいろね。古い兵器持ってきて、なんか対戦車ミサイルつけたりとかいろいろ魔改造してね。まあ、出すんですけど、その魔改造分も全部 GDP にカウントされてるんです。はい。持ってきて整備するだけでもね。一応その、まあ、カウントされちゃうんでね。で、そのカウントされたもんが、まあ、ウクライナ持ってって、まあ、3000両ぶっ壊されて終わりということで、まあ、GDP の数字は上がってもですね、まあ、国民のね、経済構成には一つもプラスになってないっていうのがですね、まあ、この記事からもなんとなくわかると思うんですね。で、その肝心の経済の方なんですけど、どうもですね、ロシア経済を支えてきた原油輸出がですね、非常に大きな曲がり角、転換点をですね、迎えてるということがね、わかりました。これ今日の記事です。今日のね、朝、午前2時ね、この記事なんですけど、ブルームバーグがね、こう報じてます。ロシア原油のタンカー多数が運航停止、米制裁強化が効果示すということで、お、ついに、制裁が直接的にね、ダイレクトに効いたのかなみたいな記事なんですけど、まあ、なんて書いてあるかというとですね、ロシア産原油を運ぶタンカーの多くが、アメリカによる制裁の重圧を受けて運航を停止している、西側当局の制裁強化が、目に見える効果を表し始めた兆候だというふうに報じてるんですね。で、これ一体どういうことかというと、アメリカ財務省がですね、去年の10月1日以降、制裁を課したタンカーが50隻あるんですよ。で、その約半数がですね、制裁対象となってから、積み荷がね、できてないと、いうことがですね、分かったそうです。これ、ブルームバーグが一隻一隻ですね、追っかけて調査して分かったそうです。で、直近では、バルト海のロシアの港に向かっていた、ロシア海運最大手、ソフコムフロートの原油タンカー NS リーダーがアメリカの制裁対象に指定された今月8日、
ポルトガル沖で急遽進路を変えて引き返したと、いうことがあるそうです。でね、まあ、G7 がですね、もともとロシア産原油ね、上限価格1バレル60ドル。さらにはですね、石油製品に対する、まあ、上限価格も導入したんですが、ロシアはですね、これをまあ、回避する方法ね、まあ、いわゆる幽霊船団みたいなやつやってね、上限価格を超える、まあ、価格でですね、取引される、まあ、ロシア産、原油のね、取引って禁止されてるにもかかわらず、まあ、取引続けている西側企業もあるなど、まあ、ちょっとこれ、ね、ザルになってんじゃねえかという批判にさらされた。わけですよ。まあその幽霊船団をね、保険もかけない危ないね、老朽化船でやってんで、ね、これちょっと問題だし、長続きしねえよみたいなこともね、このチャンネルでも指摘しましたけれども、でこれがまずいということでですね、アメリカがですね、まあ去年のね、秋ぐらいから、制裁強化と上限価格違反のですね、調査強化というのを行ったんですね。そしたらこれが見事に効いたと。この措置でギリシャのタンカーの船主の多くは、ロシア産原油の取引から手を引いたということでございます。で、さらにですね、国際エネルギー機関など複数の団体によると、結果としてですね、ロシア産原油は運賃が高騰する一方、国際的な指標原油に比べて一段と割安な価格で取引されているということです。まあよくね、ロシア経済を語るのにさ、原油価格が上がってるから、みたいなのでね、まあ、WTI の価格を言う人いるんですけど、あれアメリカの原油の価格であってね、で、ロシアはウラル産原油っていう、まあその、やつなんですよ。で、ウラル産原油っていうのはもともと、ヨーロッパで言うとね、北海ブレントというね、海底油田から出てる、まあこのブレント原油に対して、まあ2ドルから3ドルぐらい安いね、まあスプレッドっていうんですけど、まあウラル産原油ちょっと安かったんです。2ドルから3ドルぐらいね。安かったんですが、これはどんどん開いてってですね、今ざっくり20ドルぐらい安いんじゃないかな。20ドル前後安い状態でまあ推移してるということで、もうこのスプレッドがどんどん広がってると。一時15ドルぐらいだったんですけど、その後20ドルまでね、一旦開いて、またちょっと戻ってんのかな？今ね、ちなみにリアルタイムで見るとですね、今15ドルぐらいかな？ちょっとね、これ私常に追っかけてるんですけど、今ね、北海ブレントが 82.42 ドルに対して、ロシア産原油、この、ウラル原油はですね、67.79 ですので、まあ、ざっくり15ドルですかね。やっぱ15ドルぐらい開いているということです。これ一時、昔は2ドルとかだったんですよ。これすごい遡るとね、結構遡ると、ロシア侵攻前まではね、例えばですよ、2022年1月26日、侵攻の前の月ですけどね、直前はですね、北海ブレント原油 89.59 ドルに対して、なんとウラル産原油 88.87 ということ、ほとんど値段変わんなかったんですよ。ね。それがどんどん開いてって、まあ一番開いてる時はね、もう30ドルぐらい開いてる時もあったんですけど、まあ大体今15ドルぐらい、まあ開いていると。まあこれね、広がったり縮まったりいろいろしてるんですけどね。まあでも、ざっくり言うと、まあ昔の10倍以上、まあ値差が広がっているということで。で、さらにね、これね、輸送もできないということになるとかなり厳しいんじゃないかと。ブルームバーグによるとですね、昨年10月以降に制裁対象となったタンカー50隻のうち、18隻はこれまでに貨物を積載したと。うち9隻は海底油田から汲み上げた原油を陸上の製油所にピストン輸送するシャトルタンカーで、9隻は通常通り委託貨物を集荷した様子だった。また1隻は制裁前に積み込んだ貨物を引き続き運んでいると。残る31隻のうち7隻は制裁前から待機状態にあり、3隻は、貨物を近く積み込む可能性があると。21隻は、制裁対象となって以来、罪にしていないということなので、まあ、50隻のうち、まあ、半分弱ですね。まあ、約4割ぐらいがですね、まあ、稼働しなくなったと。幽霊船団にも、まあ、こういう制裁加えられたということですね。で、アメリカの当局者はですね、まあ、この措置に対して大変強気でですね、まあ、効果どんどん出るだろうと。まあ、ディスカウントがですね、ウラル原油のね、このディスカウント、スプレッドがどんどん広がっていると、いうふうに言ってます。アメリカ財務省のですね、バンノストランド、時間代理法、曰くですね、複数の独立機関、市場アナリスト、ロシア自身すらも、我々の2つの目標を上限価格が達成しつつあるという事実を示唆していると。その2つとは、違法な戦争の継続にロシアが必要とするエネルギー収入を断つこと、同時にエネルギー市場の安定を推進することだと、いうふうに語っています。まあ、なのでですね、まあ、結構これ厳しいのかなと思いますね。で、さらにね、もう1個ね、これまあ、ツイッターアカウントのメイホーさんという方がですね、モスクワタイムズの記事を、まあ、紹介していただいてね、まあ、分かった情報なんですけど、どうもですね、この制裁措置によって、ロシアの造船業界では、タンカーとかガスの運搬船、コンテナ船のね、造船に必要な、エンジンが不足していると。いうことです。で、このエンジンはね、これまでね、ドイツ、スイス、日本、フィンランドなどの企業が供給してたんですけれども、これ大型船のエンジンね。で、まあ、ドイツは、ロシアの企業はですね、そんな大きいのは供給できないらしいんですよ。で、これがもう制裁によって来なくなったんで、船作れないと
という状態ですね。老朽線で回すしかない。しかもそれもまあ制裁から食らって4割稼働してないという状態です。で、この記事によると、ロシア連邦安全保障会議はプーチン大統領に対し、造船用のエンジンの造船用の強力なエンジンの独自生産を開始するよう提言していると。いうことで、1900億ルーブルものですね、まあ、プロジェクトをやってですね、まあ、12メガワットっていうのかな、エンジンを、まあ、製造しようとしてると。まあ、5年ぐらいかかるんじゃないかと言われてるんですけど、まあ、5年もたね、待ってたらロシア、負けちゃうかなと戦争にね。まあ、そんなように思います。原文のですね、モスクワタイムズによるとですね、情報数によると、ロシア連邦安全、保障理事会は、プーチン大統領に対し、造船用の強力なエンジンを自社生産するよう、自国生産するよう提案したと。このプロジェクトにおける国家のパートナーは2024年にこの 目的のためにエンジニアリングセンターを設立し研究開発を行うかもしれないと。プロジェクトの総額は1900億ドルということなんですが、実は日本のですね、日本発動機というところもね、ロシアにエンジン供給してたんですが、もうこれももうストップしてると。で、さらにですね、中国からのエンジン納入にも問題があるらしいです。中国が非友好的な国のライセンスの下でエンジンを製造し、同じ国の主要部品を、使用しているということで。まあ、チャイナからエンジン持ってくると、チャイナが制裁食らっちゃうんで、チャイナが、まあ、なんか渡したくないと、ごねてると。いう、まあ、そんな感じなんですね。なので、まあ、ロシアね、まあ、船団は稼働しねえし、新造船はできねえしっていう、まあ、二重苦でですね、まあ、原油ね、まあ、原油の一本足打法でなんとかなるみたいなね、エネルギーの生産国だから大丈夫みたいなね、まあ、新路派の皆さんのね、まあ、強引なヘリクスありましたけど、まあ、どうもちょっと年貢の納め時なのかな、というふうに思います。ということで、まあ、なかなかですね、ロシアね、まあ、経済も厳しいと。ね、軍事の方も厳しいという中ですね、みんなロシアの足元を見てですね、ロシアの元を去っていく国が増えているというニュースなんですね。そのものズバリロシア離れというね、まあ、タイトルがついたですね、この NHK 国際ニュースナビの記事ですね、揺れるロシアの勢力圏、もう一つの戦争でロシア離れが加速ということでね、まあ、端的に言うとアルメニアですよ。はい。アゼルバイジャンと戦争したけど、ロシアが守ってくれなかったということで、アゼルバイジャンのですね、まあ国民並びに政府がですね、急速にロシア政府と、まあ距離を、ロシアとね、距離を置き始めてると。で、さらにね、アンケートなんかもこれ出てんですけど、2022年11月までね、アルメニアはどこと連携すべきというので、一番多かったのがロシア 17.4% なんですけど、これがまあじわじわ減りまして、14% まで減りまして、逆にですね、EU がですね、9% から 17% にもう激増していると、いうことで、まあロシア離れ加速してんじゃねえかと。いうことです。まあ、この記事によるとね、ナゴルノカラバフでの敗北以降、パシニャン首相は、ロシアが主導する旧ソビエト諸国の首脳会議を相次いで欠席と。また、昨年9月にはアメリカ軍と合同軍事演習を実施したほか、フランスのマクロン政権からも兵器購入を取り付けましたと。さらにですね、まあ、このね、パシニャン首相はですね、地元メディアに対し、もはや、ロシアを主要な安全保障パートナーとして頼ることはできない。アメリカやフランスなどとより緊密な関係を築くことを検討すべきだという発言もしちゃったと。で、さらにですね、このアルメニアはですね、国際刑事裁判所の加盟に必要なローマ規定にも批准しまして、今月っていうか、この記事出たのいつだ？今月ですね、まさに今月だ。今月ですね、この ICC ね、国際司法裁判所のですね、に正式に加盟しましたということなんで、もうプーチンがですね、アルメニア行ったら逮捕されるんですよ。だってあいつ指名手配ですから。ね、国際司法裁判所からね。もうプーチンアルメニア来らんなくなっちゃったという状態まで作ったんですよ。これすごいなということです。で、さらにですね、ロシアの軍事同盟からも離脱するのではないかと思われています。で、まあ、ウクライナの次はアルメニアということで、まあ、その旧ね、ソ連、構成国の多くがですね、ロシアを離れつつあると。で、さらにですね、チャイナまでね、距離を置いているっていう記事が出てるんですよ。これニュースウィークなんですけど、ロシアの良き隣人、中国の銀行が制裁を恐れて逃げ始めたという記事ですね。これま、昨日の記事なんですけど、これね、ちょっと記事一部、ちょっと抜粋して読みますけど、中国の大手銀行のいくつかは、アメリカの制裁を受けているロシア防衛産業との取引を警戒し、受講のサービスにアクセスすることを制限したり、関係を断ったりしていると。ウクライナ侵攻に抗議してマスターカードや、ビザカードがロシアから撤退した後、それに代わる決済システムだと謳っていた中国のユニオンペイもリスクが高すぎるとして、ロシアとの取引を停止したということで、
ついにチャイナまでね、まあロシアね、まあもともとそんな協力的じゃなかったんですけど、まあこういう形で民間企業までね、まあロシアちょっともうお付き合いやめますと。まあこれ当然共産党がね、そういうことすることを認めてると。チャイナの共産党も認めてるってことなので、まあ各国との距離感も微妙になってきたということで、まあこういうね、バランスオブパワーね、こうパワーゲームに頼った権力者ってやっぱパワーゲームに負けると、策士策に溺れるという感じでね、まあプーチンもそろそろ危ねえのかなというふうに思いました。ということで、今日の内容面白い、もしくはですね、面白いと、興味深いと、ね、思った人はすいません、ちょっと最後感じです。今日の内容面白い、興味深いと思った方、ぜひね、高評価のボタンとチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら共有ボタンで拡散お願いします。最後に私のことを特に応援したいという人は、Thanks ボタンとね、八重洲イブニングラボの方をぜひよろしくお願いいたします。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。ガオーン。